はほんわかしてられないよ。今日はね、割とね、ほんわかできてませんね。はい、でも素晴らしい、あの、ゆうこくんのチャレンジを私たちはね、見守ることができて。今まで僕はあの、基本はギター弾き語り、アコースティックギター弾き語りで歌歌ってて、まあ、ほとんどフォークかロックかみたいな感じの、ありがとうございます、シンガーソングライターなんですけどね。優しい気持ちで、ね、でも全部あいつは渡辺さんがしてくれるから、そう、はい、どうぞって言ったら歌えば大丈夫。でもすごいね、あの、分かりやすくて、で、素晴らしいミュージシャン、ね、あの、時計ばかりなので、僕もなんかすごいワクワクしてます。そう、だから、ね、さっきちょうちゃんとか言ってたね、途中で言ってた、はい、ジャズってね、聞いたことあるけど、じゃあなんて言ってるか知らない。でもね、そんなことを言ってる間に、やってる間にみんなが覚えててくれたらいいなと思って、そうです。そう、いろんな形でジャズをね、広げていきたいなと思ってる一つとして。ありがたいですね、本当に。こちらこそ本当にその見て心がありがとうございますありがとうございます。本当プロだからこそ今日初だけどできる、うんうん、もう大船に乗ったつもりで、ね、あの、じゃあ自由に参りましょうかね。そうですかね、行っちゃいますか。渡辺さんもずっと見てるのよ恋しちゃいそうじゃあ行きましょうかね。そうですね、今日は僕ね、あんまりあのジャズ詳しくないんですけど、あのジャズ好きの方なら誰でも知ってるルイ・アームストロング・サッチモさんの超有名な曲を今日チャレンジしてみたいなと思います。まだ What a wonderful world。I think to myself, what a woman.
Yeah, babies cry. I want them grow. There are much more than I'll ever know. この日は、明日はね、ジャズは歌わないんですけど、いつもの僕の、有効節を聴いていただけたらなと思います。はい、6時半オープン、7時スタートで、料金は3000円ということになってます。僕は3番目、3組中3番目取りで、45分、結構たっぷりめに歌いますので、もしよかったら皆さんぜひ遊びに来てください。はい、頑張ってね。はい、ありがとうございました。